What's going on, YouTube universe? It's your boy Zan the Wind here, the Jet Longer, here with a TXR reaction video. Here we got Goku vs. Saitama Part 5, Enter Black Goku. This ought to be an interesting team up. なんだこの生意気な迷子。ヒーローになりたいという強い思いをキックで筋トレしてここまで強くなった。ナイスファイト。ああ、俺もそう思う。やべえ、何言ってるか分かんなくなってきた。やはりお前は姑息なやつだ。しあるのみだ。この血の味、毎回おしん、この痛み。だが天が味方したのは俺の方だ。偶然にしろ必然にしろ、今は俺に分があるのさ。悪いな、今度ばっかりはワクワクしねえよ。恐ろしくてよ、ガタガタしてるな。お前ら兄弟がかつての力を出し切れないのには理由がある。一体どういう風の吹き回しだ。時間は十分にあっただろう。もう一つ大きなパワーがある。大きな、いいから。何だってんだよ。向こうの戦闘は大丈夫だろうな。相手が勝利を確信したタイミング。正体持っているのは俺の体だ。俺がよその星から来たなんとかってやつだろうが、おめえが兄ちゃんだろうが関係ねえ。言ったはずだ、残された時間は少ないと。残念だ。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。そこを狙うのはお前の常だった。二人が組むってとこまではいいかも。ずっと前に切れてなくなってしまった。その方法しかねえ理由だな。まあ今の力ではこんなところか。なんだ。ビル様ではないですか。Come on!
死ぬはただ強きゃいいってもんじゃねえよ。何なんだお前ら。海洋剣ん？少しは楽しくなるか。高尚な戦いに見えよ。参ったな。もっと強いやつまでいるのか。この星で最も大きなパワー、今度こそカカロットだ。フュージョンで合体しなきゃ。チキシオベジータのやつ、こいつにも尻尾がある。カカロット、相手が勝利を確信したタイミング、時間は十分にあっただろう。なんてことで、ちっちゃんを踏みつぶして殺したのも、武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物ってのも、このオラだったのか。それはこっちも同じだ。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。Make sure you subscribe and then I'll release the next part on Saturday. Should be out, right? So, yeah. Is there a part 6? There is a part 6.Yes, sir. In any case, post your comments in the comment section below. Let me know what you thought about this episode. If you enjoyed my reaction, hit the like button. If you didn't enjoy my reaction, hit the dislike button. Share this video with all your friends. And of course, subscribe to the channel if you enjoy what you see. Dreadlock Nerd out. Peace.